皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の理科3分チェック、今回は植物の呼吸についてポイントを4つ覚えていきます。前半ではこのポイントを覚え、後半では穴埋め問題、これをやって覚えているかどうか、これをチェックします。では始めます。まず気体の出入りについてですね、気体の出入り、植物は光合成で二酸化炭素、これを体の中に取り入れて酸素、これを外に出しています。また植物も私たち動物と同じように、生きるためのエネルギー、これを得るために呼吸をしています。呼吸ですね、この時酸素、これを体の中に取り入れて二酸化炭素、これを外に出している、こういうことになります。そして植物が呼吸をしていること、これを確かめる実験があるので紹介すると、ポリエチレンの袋2つ用意して、あの方には空気と植物、これを入れて口を縛っておきます。胃の方には空気だけを入れて口を縛ります。そしてこの2つの袋を暗いところに一晩置いておきます。で、一晩置いた後、袋の中の気体、これを石灰水に通すと、あの袋の中の気体だけ、これが石灰水を白く濁らせました。これはあの袋の中に二酸化炭素、これが発生したからということになります。この二酸化炭素というのは植物の呼吸によって発生した、このように推測できるわけです。ではもう一度確認すると、植物光合成で二酸化炭素を取り入れて酸素を外に出していると。また植物も私たち動物と同じように、生きるためのエネルギー、これを取り出すために呼吸をしていると。この時酸素を体の中に取り入れて二酸化炭素、これを外に出している。それを確かめる実験があると。ポリエチレンの袋を2つ用意して、片方には空気と植物を入れて口を縛ります。そしてもう片方、胃の方には空気だけを入れて口を縛って、暗いところに一晩置いて、そしてその一晩置いた後で、袋の中の気体、これを石灰水に通すと、あの方の袋、この中の気体が石灰水を白く濁らせた。胃の方は変化がなかった。あの中、この中に二酸化炭素が発生したから、こういうことになります。この二酸化炭素が発生した理由、これは植物の呼吸によると、このように推測できるわけですね。では穴埋め問題でチェックしていきましょう。では穴埋め問題で言葉を覚えているかどうかチェックしていきましょう。ここに1から4まで数字が書いてあります。同じ番号のところには同じ言葉、これが入ります。では始めます。植物は光合成で二酸化炭素、これを取り入れて酸素を体外に出しています。植物も動物と同じように生きるためのエネルギー、これを得るために呼吸をしています。この時酸素を取り入れて二酸化炭素、これを体の外に出している。これを確かめる実験がこれです。2つのポリエチレンの袋用意して、片方には空気と植物を入れ、縛っておきます。胃の方には空気だけ、これを入れて縛っておいて、暗いところに一晩置きます。その後で袋の中の気体を石灰水、これに通すと、あの方の気体だけ、これが石灰水を白く濁らせました。これはあの中に二酸化炭素が発生したからです。これは植物の呼吸によるものだ、こう推測できるわけですね。もう一度いきますね。植物は光合成で二酸化炭素を取り入れて酸素を体外に出しています。また植物も動物と同じように生きるエネルギー、これを得るために呼吸をしています。この時酸素を取り入れて二酸化炭素を外に出している。
これを確かめる実験がポリエチレンの袋。この中に片方は空気と植物、胃の方は空気だけを入れて縛って暗いところに一晩置きます。その後で袋の中の気体、これを石灰水に通すと、あの方、空気と植物の方ですね、この気体が石灰水を白く濁らせました。これはあの気体の中に二酸化炭素が発生したから、こう考えられます。これは植物の呼吸によるものだ、こういうふうに推測できるわけですね。よろしいでしょうか。今回は植物の呼吸についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。